熊野水軍は、紀伊半島南東部、熊野灘、枯れ木灘に面した地域を拠点とした水軍。熊野海賊とも、瀬戸内海の政海圏を握り、平安時代末期の内乱、自称、樹栄の乱で活躍したことで知られる。豊富な潜在と良好に恵まれながらも、耕作地に乏しい熊野には海を舞台に活躍する、水軍が早くから発達した。 北海峡など四国と紀伊半島の間に出没した南海海賊の多くは熊野の裏裏を拠点とする海の領主で彼らを熊野別島が統括していた。熊野別島には源氏とつながりを持つ新宮別島家と兵士とつながりを持つ田辺別島家という二つの有力な家があり、源平双方と関わっていた。乱の最終決戦である壇ノ浦の戦いでは 平士法であった、深志蔵が、源氏法につき、源氏を勝利に導いた。将の一人に、熊野の藤代鈴木氏があり、鈴木茂家、従前は、源平合戦で東水軍を率い源氏に貢献した。茂家はその後も、源の義常に従って、衣川で義常と共に討ち死にした。南北朝時代には、北朝の幕府方についたり、 南朝方に着いたり状況に応じて活動した。南北朝時代の記録では、1347年に南朝方に着いた水軍衆が薩摩国で幕府方に着いた城を攻撃している。一方で、水軍衆の中には、足利幕府から瀬戸内海で人や物を運ぶ権利を認められた者も,もいた。戦国時代には堀内氏が統治していた。 ありがとうございます。